っちが。一応上にいるのは気づいてたんじゃないかと思うんだけどね。まあいいか。朝に飲むのが、飲むというか食べるのが、山飲むのかな、水に溶かしてっていうのが重要ってことなんじゃないかと思います。結論になりそうだな。そうすれば頭が回るっていうの、頭が回ってないことによる不利を頭が回ることで解消できる。やっぱ適度にカカオを食べることは頭の状態を良くするために必要な感じがする。カフェインで目が冴えるし、眠らなくて済む。朝眠くて。寝続けるっていうことにならなくて済むから。やっぱカカオは、どうしても、飲むようにしておきたいところなんだ。量が多すぎると眠れなくなったり、頭が痛くなったりっていうのがあるから。量をうまいこと調整して、なんとか食生活、食習慣に取り入れたいものだな。取り入れておきたい。ランチまでさせていこうか。23になって。もし乗っていくのが早い。よし、イノシシ建築。
イノシシやりながらでも条件近で走れねえけど。走ることはやっぱ建築モードではできない。バグでツルハシが触れなかったけど、触れるようになってるのはいいところだね。一時期触れないイノシシ状態だとツルハシが触れなかったり触れないような状態になってたりして、ツルハシ振りたかったらイノシシ降りるみたいなことをしなければならなかったけど、まあもうそんなことはない。つまんな、イノさん。恐竜の方が強いんだわ。よし。回復植物ないんかな。なんだ、ボスか。あ、なんか戦闘中みたい。よくわからん戦闘に巻き込まれてしまったかな。くそ、当たらなかった。普通に保管的に倒された。ていうか、中距離も随分削ってくれるじゃないか。
そう、敵を見失ってるのが多分良くないんだ。なんだ、なんで引きこもってるんだ。お前、俺より強いんじゃねえのかよ。正直ここら辺にいるプレイヤーは、このランクにいるプレイヤー俺より弱いってことはあんまりないと思うんだよな、ね、ないと思うんだけどな、ね、なんか勝負を仕掛けてこなかった。シルバーさんとかでも十分ほとんど参加してるプレイヤー俺より強いからな。まあ残念なことね。すげえ飛ぶじゃねえか。もっと自分に自信を持って勇気を持って僕を倒しに行けばよかったんじゃないかと思うけどね。あんな強くやっぱないからな僕は。特に建築ありだと。
アンチのど真ん中だな。そんなにいなかった。なんか首が、くっそ、なんか虫が。いや、まあ目で見てないからわかんないけど、多分なんか、まあいいや、関係ねえしな。診察に移動するのがいいんだよな。あと一人か。いた。
失っちゃった。あ、そこか。ああ、危なかった。ああ、なかなかいい感じだったんじゃないかな。ああ、どうだったかな。多分あんまりキルしてなかったけど、やっぱアンチ移動が正義ってことかな。ああ、でも一応攻撃班はやってるのか。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。GG グッドゲームでした。まあ、多分、勝因はあれじゃないかな。朝に飲み物として、プロテインとカカオパウダーかな。をぶち込んで、水に、あ、お湯だったかな。ぬるま湯ぐらいか。で、それを飲んでる、ってところかな。はい。カカオパウダー少し飲むとカフェインが少し入ってるけど頭が冴えるからね。多分そういうことなんじゃないかな。はい。まあデバイスも大事だけど、パッドとかイーマウの方がいいとかそういうのも大事だけど、自分自身の能力、FPS なんか特に頭の回転の速さが大事だから、まあそういうの、うん。食べ物。カカオパウダーおすすめですって、そんな感じかな。はい。